どうもカマスです。今日は前にも紹介したこちらアディダスの3モデル3サイロのスパイクの比べをしていきたいと思います。それぞれ以前にレビューをしているので、特徴などはそちらを見てもらいたいんですけど、こちらのクパセンス X スピードフロープレデータフリークは、全て FG モデルになるんですけど、今回は人工芝の方で履いてみたいと思います。こちら3サイロ全て、レースレスモデルになるんですが、それぞれ紐のあるタイプのポイント1が発売されています。簡単にそれぞれの特徴を説明すると、こちらのプレデターフリークがデーモンスキンを広範囲にあしらい、高精度のボールコントロール、さらに強い回転数をかけることが可能になったということで、こちら表面についているラバースパイクのおかげでボールのキック精度カーブが、とてもかきやすくなったなという印象があります。なので個人的にはキック精度が安定するということで、ボールをさばきたい選手や、ロングボールを蹴ることが多い選手や、キック精度やシュート精度をさらに、求める人にはいいんじゃないかなというふうに思います。次にコパーセンスはソフトなカンガルーレザーのアッパーは素足感覚のフィット感をもたらす、タッチポッドがクッション性を発揮し優れたボールタッチに貢献する、アッパー素材がカンガルーレザーを使用しているということで、非常に滑らかでトラップやボールタッチが非常にやりやすかったなという印象があります。なので今まで足なじみのいい天然革を履いていた人は、アディダスの中ではこちらコパセンスしか天然革を使っていないので、他の人工革が苦手という人はこちらのコパセンスが向いているかなというふうに思います。そしてこちら X スピードフローですが、カービテックカーボンプレートが爆発的なスプリントに貢献、安定性を高めるアジティゲージは相手を抜き去るスピードに効果を発揮する、さらにアッパーは快適な履き心地のアディダスプライムニットを採用、こちらのスピードフローからアジリティゲージが搭載され、アップデートされました。スピードフローはカーボンプレートと、アジリティゲージを搭載しているということで、スピードを求めている選手や細かいドリブル、アジリティを求めている選手には向いているかなというふうに思います。それぞれのスパイクに特徴や長所があるので、それのスパイクに合ったものを、それぞれのスパイクでやってみたいと思います。何回もやってしまうとあまり比べようがないので、ファーストテイクでやっていきたいと思います。Thank you.
それぞれ3モデル履いてみて、今やっただけの練習だと、まあ、あまり大差は感じないんですけど、それが90分のゲームとかになってくるとやっぱ変わってくるのかなというふうに思いますし、例えばこのコパを履いた後すぐ X スピードフローを履いて、まあ、ボールを触ってみるともう感覚が全然違うので、まあ、そういった意味でもそれぞれのスパイクに特徴があるので、まあ、そういうところを見極めたり、まあ、自分にとって履きやすかったりするものを選んでいくのが大事かなというふうに思います。